ホンダあの大スターになる前は結構ね、あの西ヶ丘とかで僕らに足止めて、うん、もう延々おしゃべりなんですよ、意外と、うん、大阪のお兄ちゃんって感じで、うん、もうすごいたくさんしゃべるんですよ。なんか僕らね、全然知らないから、あの飛行場から降りてさ、なんかおしゃれなイタリアンのファッションとあのサングラスでさなんかね、近寄れないよ、そうそう、なんかファッションモデルみたいな、なんか颯爽としてこう来るじゃないですか、うん、さ、なんかかっこいいんだけど、うん、なんかねえ、うん、近づけない感じするよね、うん、だからああいう人がいると、まあ、前のさ中田秀さんなんかも、なんかちょっと俺中田秀って感じでさ、俺自分探ししてんだみたいな感じで、ねえ、旅してますよね、今もしてますけど自分探し、あれはあれでかっこいいんだけど、うん、選手の中でそこの清武さんとか泥臭い人とかいるじゃないですか、その中であれかっこよすぎるのかなとかないんですか、そういうのって。やっぱ浮いちゃうのはダメですよね、うん、なんか岡崎とかなんかで泥臭そうじゃないですか。いやいや、もう泥臭いでしょ、どんな体勢でもゴール決めますし ね、 ねえ、どんなことでも多分チームのためをやってくれると思いますけども、うん、ただだけどあの浮いてないですよね。そうですね、本田も結構本当にあの本当お兄ちゃんですよ、本当は。ただまあ今の自分のイメージがあるんでっていう感じかもしれないですね、外に見えてる感じとは多分かなり違うと思います。